Cheesecake, you are cheesecake. Thank you.
これからですね、この2話にはね、いろんな人たちに聞こえてもらいたいと思うんですが、めっちゃぐっすりやん。クラス2で。リフレクションないよ。なんたらスティック。何スティック？リンゴ。はい。リンゴスティック。バンクーバーは19歳だったんですけど、リンゴスティック。すごく。これってあの賞取ったやつ。本当に緊張して。あ、ええでで、あの自分でやるからそうなの。気持ちだけで乗り越えていかなっていう感じがします。賞取ったってなんかせやんな、なんとか賞って書いたって、うん、だから美味しいはずやってこうたんやで、うん、どうぞ。難しいです。どうやって食べるの？ね、やっぱり一つっていうのは難しくて、でもやっぱりどうそっちのフリーかなっていうふうに思います。アップルパイほど美味しくない。中めっちゃ美味しいんだけど、外がなんかやっぱり柔らかく蒸しになって、なんかなんかの味がすんねん。落ち込んでだけど合わないような味あったんですけど、まあ、それでもあれだけの裁判会の演技ができたことに関して、バターとかバナナもなんかこれからはやはりどうですか。今若い選手が本当にどんどん出てきていますので、若い選手が若いパワーでフィギュアスケート界を引っ張っていってほしいなというふうに思います。で、美味しいの？またマンさんにとってフィギュアスケート、やっぱりあれじゃん、改めてアメリカに行ってどんな存在ですか？
そうそう。ちょっと見た目が変わった。うん。かな？わかる。ちょっとパリ。うん。食べてみて。毒味。振り返りながら話していると、まあ、少しずつ引退するんだなという気持ちがやっぱり入ってきます。どう？気持ち的には寂しいのか、少しホッとしているのか、あるいはこうすがすがしいのか。これでちょっと触ってみて。本当に気持ちはすごく程度だったら。これからそのスケート靴をあまり履かない生活、あんまり、リンクから離れて少し暖かい生活が待っていますけれども、さっきより感じましたね、うん、こっちで試してるの、ここら辺お尻からリンクはあんま入ってない、okay、1月でももう滑り始めます。最後に一つだけ、あの今すがすがしいという気持ちがありましたけど、何か一つ現役生活でやり残したこと、何か悔やむことっていうのはありますでしょうか。パリパリしてるところ焦げてる、本当に決断をするにあたって本当にたくさんなりました。でも生地の味はまし、味はまし思うことがなかったので、それだけ本当に自分は全てもっと高温でこう尽くしたんじゃないかなっていうふうに思います、うん、